なにわの虎魂。7年ぶりの X デーが近づくにつれて、虎ファンの暴走に警戒を強める声もちらりとらり、セ・リーグ3強3つともえ、それでも続く虎フィーバーを検証トラアングル。去年までの低迷ぶりは虎の子渡しとか虎コーマとか、はたまた相手チームに弾みをつけるトランポリンとか呼ばれていましたよね。ひどい人になると腰なんて言ってた人もありましたが、今年はそんなことは言わせません。開幕からの猛ダッシュ、あっと驚くその変貌ぶりに、ボート襲来とかトラトラトラなんて懐かしい歴史の言葉が見出しを飾ったりしましたよね。中には今年のタイガースには古代ローマ帝国の皇帝トラヤヌスの霊が乗り移っているとのかもあった関西出身の霊媒師もいたとか。連勝でまた一気に燃え上がってきたトラフィーバー、雑誌テレビなどマスコミも口を開けばタイガース、今や全国的となったこの加熱ぶりですが、東京ドームも関西からの追っかけ組やにわか阪神ファンでごった返すこの始末。去年まで身を潜めていた隠れ阪神ファンも今年ばかりは、何年ぐらい前から阪神ファンを今年からです。今年から。あ、でも甲子園に1回応援しに行ったんですけど、はい、みんなそれから、ね、熱狂的な阪神ファンになっちゃったから、いつずに頑張ってるその阪神の選手たちを見て、僕はあの阪神ファンになりました。それまで野球はあんまり興味なかったんですけれども、まさに虎の威を狩るなんとやら。しかしその加熱ぶりの本場はやっぱり関西、とってこての熱気にはかないません。パジャマに包まれて正解夢を見ているの、トラトラトラが。スーパーマーケットでも客を集めるにはやっぱり阪神タイガース。タイガースの応援歌を歌う女性デュオキャメルのミニコンサートを開いてお客さんにアピールしていました。この歌チームの成績が上がるために売れるということで、レコード会社も今のうちやと宣伝にも力が入っていました。こちらの商店街では巨人ファンと阪神ファンに分かれての綱引き、ここでも阪神は圧勝したとか、でも本当に引っ張りたいのは優勝なのか、それともお客さんの懐にある虎の子なのか。もうおなじみのこの人形たち、足場固めに入ったカーネル・サンダース王子さん、亀山に似ている食い倒れ人形、いずれも道頓堀川へ投げられる運命を悟っているかのように立ち尽くすばかり。しかしこの商店街ではこれで話題になれば一石二鳥と、新たに人形を制作中のお店もあるとか。虎視眈々とその日を見据えているのはファンばかりではないようです。阪神百貨店タイガースブックコーナーの広さが昨日から4倍に拡大されました。それでも開店直後からこの混雑ぶり、特に新庄亀山の2人のグッズは品切れ続出で仕入れが追いつかないとか。大分かりすぎはったね。そうですね、もう予定よりオーバーしてしまってね。34,218,500円。去年に比べて7倍の売り上げということで、バブルの崩壊もここだけは影響なし。一つ甲子園名物のジェット風船、こちらも製造が追いつかない売れ行きで嬉しい悲鳴。大体普通5時半に終わるんですけど、これだけ8時半まで残業させてるんですよ。だから8時半まで残業させてもね、まだ足らないんですよ。ここは甲子園球場横の須佐能神社、スポーツの神様で知られ、連日ファンが阪神の優勝祈願に訪れています。しかし境内のあちらこちらにあの風船が、木の枝に結びつけられたおみくじもこれでは形なしです。
今ご覧いただいたら分かるように木の枝にたくさん引っかかってますけれども、後押してこないんで困ります。見た目がね、どうしても神社という荘厳さから欠けますのでね、クリスマスツリーのようになってしまいますので、毎日のことになりますんで、大変惨めな状態ですね。それでなくても熱狂的な阪神ファン、神様のご機嫌を損ねなければいいのですが。今年の阪神フィーバーをお金に直すと600億円を超す経済効果がありました。中でもこの銀行の虎の子預金はなんと予定の2倍以上122億円も集めたとか。一方こちらは昨日もお伝えした本物の虎の子、名前を亀山にあやかって亀ちゃん、虎なのに亀とはこれいかに、亀へん亀へん。盛り上がることにかけては日本一のタイガースファン、でも一部の人に試合中のマナーがちょっと、まあこういう姿がトラディショナルになっては、試合後興奮冷めやらず街へ繰り出すのもいいんですけどね、あまり周りに迷惑をかけないように。帰りの阪神電車で酔った大トラが痴漢に走った例もある。先日起こった平成の虎ノ門事件、パトレックばかりを責めるわけにはいきません。そして昨日の中断事件も阪神の選手が一番悲しそうな顔をしていましたからね、せっかくのムードに水を差すことだけは控えていただきたいもので、もしこんなことで首位から落ちたりしたら、やっぱり今年はティーバックなんて言われますよ。行き過ぎだけはね。熱狂的なファンもいいんだけど、暴動にならないようにね、本当それだけはね勘弁願いたいと思います、はい。ちなみにですね、7連勝でロードに出たおととい、阪神電鉄の株価は瞬間的に最高値を記録したそうなんですが、2連敗したらもう一気に18円も下がってしまったということも入っております。